国衆翔平が響いてるね。国衆翔平。ただ雨が降ってるっていうのが痛いのと、敵も鉄砲隊、騎馬隊がそれなりに配備してるっていうのは要注意ですね。じゃあまずは作戦です。本陣切り込みは用意しておきたい。あとは切り込み隊を誰にするか、まあ誰でもいいけどな、数が多い方がいいよね。ここは溝口を指名しておこう。切り込み隊の溝口だ、頼むぞ。で、作戦2の方は残り挑発、残り部隊はそうだな、関に任せよう。で、ここからだ。泥沼奈落、どうしようかな。まあ泥沼かな、敵の足を止めて、まあ、いつものパターンですけど、分子鉄としては柵を用意しておきましょう。これでいく。家康の首を戦場で取るのが一番早いから。行くとしよう。まずは騎馬鉄砲隊がいるんだったら騎馬鉄砲隊で。ご命令を。敵の名簿覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチを始めるぞ。敵のゲチをどうだろう、破壊しておきたいな。ゲチを我が命に従え、始めよう。総流騎兵による家康討ち取り作戦、始めていきます。まずは回り込んで敵のね、この金打ち櫓を破壊しましょう。雨が降ってる以上は待ち構えるしかないからね。さあ泥沼にはめたぞ。政宗も泥沼にはめた。さあ泥沼にはまってる間に側面に回ってはまったやつをはめ殺しにしよう。ちょっと今鉄砲がね、雨で使えないので、ここは乱戦に持ち込むしかないですね。で、味方はね、やられてしまうともうそれで敗走になってしまうので、そうならないように気をつけます。ちょっとここも、敵の金打ち櫓を潰しにかかりたかったんですが、政宗が今泥沼にはまってくれてるので、これは一気に潰しにかかりましょう。というわけで、罠にはまった部隊に総攻撃をかけます。雨が止まない限り龍騎兵がうまく機能しないので、ここは我慢します。敵は本陣切り込みか。忠勝、ちょっと待ってくれ。ここは、しっかりと逃げ切りましょう。沼田も当然騎馬鉄砲隊になってるんで、ま、逃げ切れる余力はあるはずなんで、本陣切り込みを使ってきて忠勝が突進を仕掛けてくるので、この忠勝をしっかりと、距離を取って、逃げ切りを図りましょう。やりたい前、やりたい前、ゲチを始めるぞ。よし、しっかり逃げ切った。そしたら忠勝を津田隊で追撃します。始めよう。で、これを正面から沼田が攻撃をする。これで忠勝、ここですね。まず忠勝を確実に撃破します。まあ、石隊がここでちょっと泥沼にはめられたけど、ここは体勢に行くはないでしょう。あとは家康の本陣をいつ狙うかですね。沼田隊がしっかり忠勝を迎え撃つ。それを後ろから津田隊が吸収する。ここが決まらないと作戦自体がうまくはまらないので、しっかりやりましょう。ご命令を始めるぞ。雨は止む様子はないね。覚悟せよ。そしたらまずは忠友を撃破する。始めよ。やりたい。おい。さあ、眼目通り忠勝を標的できているというのは大きいね。やりたい前、やりたい。で、忠友隊が離脱を開始している。雨は止んだ。雨は止んだな。となると陣形が乱れているので陣形を整え直しましょう。まずは下地を始めよう。下地を、せっかくのね、始めるぞ。騎馬隊、ご命令、騎馬鉄砲隊って言った方がいいのかな。配備してるので、まずはね、陣形をしっかり整えて、勢いに乗じた作戦からしっかりとした戦術に基づいた戦いを取り返します。
ちょっと危ないのが、威力だな。家康はここにいる。兵数2079、まだ同行できる段階じゃないです。始めよう。射撃の威力をアップする対面を発動している以上は、それをうまく活用したいよね。我が命に従え。ゲチを始めよう。ゲチを覚悟せよ。ここもうね、足が速い者同士で追いかけっこが始まっちゃうっていうのがね、やりたい前へ。どうしようもないとこなんですよね。やりたい前へ。名武覚悟せよ。さてと、そしたら家康の配置も気になるんですが、ここで知った激励を一回入れとく。さらに足止めで忠友の足を止める。止められるか。正々堂々、忠友の足を止めたら、止めた足で忠友を撃破しましょう。覚悟は良いか。で、味方は家康の方をちょっと視野に入れた戦いへと切り替えて、始めるぞ。ここは何としても家康を叩いておきたいので、始めよう。で、味方の危ないところはしっかりケアしなきゃいけないので、ケアをしつつ、覚悟せ、部隊をね、減らしていきましょう。敵の部隊を。味方は減らされたくないので、乱戦に持ち込みつつ、一旦、この津田隊は戦線から離脱させたいというところですかね。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。家康隊が来たの。独眼竜発動してきたか。ちょっと待ってね。家康2000、これと正面決戦するのは危険だな。数で勝ってるとはいえ、家康の能力、指揮力、頭一つ抜けてますからね。覚悟せよ。忠勝の600が残ってるのが痛いんで、一旦忠勝の600無視して、攻撃隊で合ってるかな、ちょっと読み方、これを沼田隊本体で、迎え撃ちましょう。信康は射撃で仕留める。ご命令を始めるぞ。信幸ですね、ごめんなさい。射撃の威力がどこまで効いてくるかだな。射撃攻撃力アップがね、家康相手に。本陣切り込みはちょっとまだ早い。やりたい、我慢しましょう。切り込め。ゲチ覚悟せよ。やりたい前へ。完全乱戦だな。我が命に従え。スケーモン頼むぞ。スケーモンがちょっと持たないかな。覚悟せよ。ただ忠勝を確実に撃破しよう。スケーモンが撃破されたね。何、津田隊も撃破か。ここで一気に部隊数が減ったな。切り込め。さらに奇襲を受ける。やるな家康。やりたい前へ。ただ家康の残りの兵力数多くはないよ。おとり挑発で敵を引きつけつつ本陣切り込みも発動。ここで一気に家康の本体を狙う。家康の本体がガラガラになってるからね。やりたい前。逃がすな家康を。戦場で撃ち取る。前。やりたい前。浅はかない。さあ今家康の本陣に総攻撃をかけてます。家康を逃がすな。前。やりたい前。残り600、家康残り600ですね。
ここで三河魂出してくるからな。家康だよね。強いよ。さあ、晴れてる今のうちがただチャンスなので、このうちに家康を、残り570まで来てます。始めよ。やりたい前。やりたい前。切り込め。やりたい前。ここは乱戦に持ち込んで一気に決めよう。やりたい前。やりたい前。やりたい前。家康を追撃だ。やりたい前。これひどい。今は引くぞ。引くぞ。ウォールが破れる。さあ、一気にここで戦況が動いてきたよ。さあ、家康隊を一気に仕留めに行くぞ。戦場で家康の首を取るというのが唯一我々にできる打倒徳川の宿願ですからね。さあ、家康の首を取る。どうだ。やりたい前。いやー、家康との戦いはいつもこんな感じだ。弱者にしよう。それが戦場よ。これで戦意は互角に持ってったね。で、家康の兵6万を撃破。でかい。